皆さんこんにちは、夢野です。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日の動画はピザの iPhone ケースの作り方をご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。では早速生地から作っていきます。生地は軽量粘土に黄土色の絵の具をしっかりとムラがなくなるように混ぜ合わせます。透明の iPhone ケースに木工用ボンドをまんべんなく塗り広げていきます。黄土色に着色した粘土をケースに広げていきます。縁の部分を少し盛り上がるように成形してピザの耳を作っていきます。カメラのレンズ部分の粘土をくり抜き、ケースをつけた時にカメラのレンズに粘土が映り込んでしまわないように縁をしっかりと整えておきます。スマートフォンを持った時の手の形にグッと押さえておくと、すごくフィット感のあるケースが出来上がるのでおすすめです。形ができたら歯ブラシを使って質感をつけていきます。質感をつけ終わったら、はみ出たボンドや粘土をウェットティッシュを使って取り除いて、粘土が固まるまでしっかりと乾燥させます。粘土が完全に固まったら焼き色をつけていきます。水で溶いた黄土色の絵の具をのせて、化粧用のパフで叩いてなじませていきます。で、少しだけ茶色を混ぜた黄土色を同じように重ねていきます。茶色をのせ終わったら、次に黒の絵の具をほんの少しだけ混ぜて、高さが高いところのみにのせていきます。ここで全体的にのせてしまうとすごく焦げた感じのピザになってしまうので注意しましょう。焼き色をつけ終わったら、絵の具が乾燥するまでしっかりと乾かしておきます。続いてサラミを作っていきます。赤色にほんの少しだけ黒を混ぜた絵の具を樹脂粘土に混ぜ合わせていきます。着色できたら、粘土をちぎって太さがバラバラになるように棒状に伸ばしたものをたくさん作ります。同じく白色の粘土で棒状にしたものを赤色の粘土と一緒に束ねていきます。この時、白色の粘土がバラバラになるように配置しましょう。最後に薄く伸ばした赤色の粘土で全体を包んであげて、境目がなくなるように水で慣らしていきます。で、綺麗な円柱状になるように転がして形を整えていきます。この状態で1日乾燥させます。乾燥後、厚み 1mm くらいになるようにカットしていきます。
歯ブラシを強く押し当てて質感をつけていきます。粘土が乾燥したら茶色と黒を混ぜた絵の具を全体的にのせて、サラミの深みのある色を出していきます。続いてピーマンを作っていきます。無着色の粘土を厚さ1ミリから2ミリ程度に薄く伸ばし、幅5ミリメートルになるように切り分けます。ピーマンの形に成形していきます。粘土が固まるまでしっかりと乾燥させます。粘土が乾燥したら着色していきます。緑を表面全体にのせて、しっかりとムラがなくなるように塗っていきます。絵の具が乾いたら深みを出すために赤色を少しだけ足して上から色をのせていきます。ピーマンの内側のボソボソ感を作っていきます。水でふやかした粘土を爪楊枝でひっかいて取り、内側にくっつけてボソボソとした質感を表現します。全体につけるとこんな感じになります。最後にツヤ出しニスを全体に塗ってしっかりと乾燥させます。それではトッピングをしていきます。ダイソーで購入したエポキシ接着剤に赤色の絵の具を混ぜていきます。全体に塗っていきます。全体に塗れたら固まる前に具材をトッピングしていきます。続いてチーズを作っていきます。木工用ボンドと白と黄土色の絵の具を混ぜ合わせてチーズを作ります。下のトマトソースの色が所々見える程度に塗っていきます。木工用ボンドが乾燥した後に焼き色を薄くつけていきます。チーズの焼き色がつけられたら、生地の焼き色を最後に調整していきます。絵の具が乾燥した後、生地にはツヤ消しニスを、具材にはツヤ出しニスを塗って乾燥させます。これで食べられないピザの iPhone ケースの完成です。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。